ブルーリッジ休揚陸指揮官は、アメリカ海軍の揚陸指揮官。艦隊の指揮を取るための専用艦であり、武装は警備であるが、充実した指揮、通信設備を搭載している。軍における指揮、統制及び通信の確保は重要であり、特に水上艦船のほか、陸上部隊、航空部隊が工作する揚陸船においては、特にその確保が求められる。 アメリカ海軍は、戦艦、巡洋艦、航空母艦、輸送艦などの大型艦に司令部人員を搭乗させ、指揮に当たらせてきたが、特に多くの司令部要員を必要とする揚陸船の指揮官については、戦闘艦艇の限られた司令部区画では手狭であるため、第二次世界大戦以降は、輸送艦改造の指揮官を用いてきた。1960年代において、 アメリカ海軍が使用していた揚陸指揮官は第二次大戦中に建造されたものであり、旧式化が進み、それらを更新するために本級が建造された。基本計画番号は SCB400。1963年から検討計画が開始され、1967年に一番艦が寄港、1970年から収益した。本級の特徴として、 医療島急郷州揚陸間を母体としており、艦の中央に船橋があり、全甲板、5甲板とも原則としてフラットであることが挙げられる。これは電波障害の原因になる構造物を極力排したもので、甲板上には隠し通信アンテナが設置されている。速力も20ノット以上が求められ、最大23ノットと従前の揚陸式間より高速化された。 方面艦隊の情報の配信、東与を司る本艦は、艦内に小規模な出版社と印刷所並みの設備を持ち、広報誌なども自力で発行している。2013年時点で同設備室内で媒体編集に使われているコンピュータは iMac である。艦隊が老朽化してきたこともあり、統合式官、JCC や揚陸式官更新計画、 l c c の名称で後継艦が検討されていたが、2011年に後継艦開発は中止され、歓迎延長工事により、少なくとも2039年までは本級が運用されることとなった。ありがとうございます。